声が入ってる。あ、でかいですね。タイムスダイアビーズ始まりました。はい、じゃあまず最初からいきますね。、うん、あのずっと無音でやってたんですけれども、うん、今回は音声をつけてお送りいたします。今日はね、もう来てからパソコントラブルありまして、うん、あのネットワークに出ない、うん、ということで、一つ前の番組があの R40 の今夜もあなたのそばでというのをいつも7時から放送するんですが、はい、残念ながら放送できませんでした。あの見てたさっちゃんごめんね。はい、あとね、はい、視聴者の皆様本当に申し訳ございませんでした。はい、でどうしても見たい方はこのダイヤビーツが終わった後に銀座 JWTV のトップからあの画面をクリックすると Ustream の画面に飛びますので、そこで過去のログを見てください。録画を見てください。そうすると先週あたりに録画したあの R40 のあなたのそばでがありますので、はい、はい、あれまあ、今月いっぱい、ね、内容同じなのでどうしても見たいという方は見てください。はい、はい、さあ今週も、まあ、バタバタしてますね。しましたね。まあ、近いところから行くと今、あ、今ね、今そうだね、近すぎる、もう近すぎるね、うん、もう本当に着いたらまず、うん、いやドラちゃんパソコンが一つ繋がらないんだよっていうのからスタートで、じゃあちょっと確認しますねって両方2台あるんですけど、うん、2台を、はい、確認しながらやってたら両方繋がらなくなっちゃったんですよ、うん、でよくよく調べたらどっかの携帯のところで貸してるポンっていうね、なんか無線 LAN のサーブ基地があるんですけど、それがいたずらして、うん、有線で繋がってるパソコンまで俺が IP アドレス振ってやるぜみたいな感じで、うん、なんか外に出してもらえなくなっちゃったんですよ。あ、うん、もうかわいそうに堂々巡りで、うん、で試しに、あ、そうだ、この IP アドレスをなんかブラウザーで見てみようかなと思ったら、うん、いきなり画面が黄色くなって、ポン、うん、管理者パスワード入れろ、ポンだ、お前だったのか。っていうことで、もし同じような現象が起きたら、うん、無線 LAN の、はい、あの基地局をね、電源切るなり線抜いちゃうなりするのが一番いいかと思います。はい、はい、私たちのビールが届きました。すいません、ありがとうございます。すいません、ほら色っぽい腕が映ったでしょ。綺麗なんですよ。新入りかな。新入りです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか可愛い女の子がまた入りました ね、 ね、はい、乾杯。はい、乾杯。乾杯。乾杯。あまり来てない人も乾杯。はい、いや今週はまず何がありましたかね。パソコンのトラブル、またかい。で それにあのほらね、昨日のお笑いライブではね、昨日のお笑いライブはもう、まあ、さっきまでの話はちょっとオフレコにそこね、もうね、あんまり言うとさ、かわいそうだから、うんうん、主催者頑張ってたからね、一応ね、うん、で、あ、ウーロン、はい、すいませんね、はい、で、でも一番面白かったのが、うん、CD がないっていう事件が面白かったんだよね。そう、あったんですよ、ネタより、うん、あ、でもネタで面白いの一つあったわ。あの、はい、自分自虐ネタの人、過去の自分の滑ったネタをトシちゃんの真似をしてやる。あれはちょっと裏で聞いてて面白かった。もう顔を見たかったね。そう、なんでエンディングの時に着替えちゃったんだろうっていうのがとっても残念だった。そう、トシちゃんのまんま出ればよかったな。うん、ね、うちら着替えないでずっと待ってたのにね、終わりまでね、うん、なんか急いでたんじゃない、うん、次の仕事があるからとかさ、違うかな。いや、最後までいたじゃん、普通に。いたっけ。うん。、うんうん、でもそのネタは面白かった、うん、なんか後ろで聞いてて、あとやっぱ CD がなくてヌンチャクをずっとやり続けなきゃいけなかったっていうね、うんうん、でも実は CD じゃなくて MD だったっていう、うん、あの音響さんがね、一生懸命どこだどこだ、ないよなっていう、ね、その声もね聞こえるんだよね、うん、そうそう、会場に。だからもうゆうこちゃんが後ろで、うん、マイク使って、うん、CD どこですかって聞いちゃいなよって言ったのに聞かないんだよね。うん、気がだから気が動転しててね。そうそう、臨機応変ができない。でそこで出演者の人はもう、あ、じゃそろそろ熱くなってきたんでヌンチャク続けますとかってね、音出しでやりますとかって一生懸命やってたよ ね、 ね、見たかったね、なんか表で、ね、うんうんうん、まあ動画があるから後で見ようかなっていう感じはするんですかね、うんうん、はい、あとは何かありますか。あとはもう
打ち上げが朝まであ、それはさっきの話ですね。うん、いや、まだ言ってない。あ、言ったっけ。打ち上げってだから飲み、あの打ち上げでしょ。お笑いが昨日で、うん、朝まででしょ、うん、だからさっきの話ですよね。言ったっけ。言ってないよ。二次会の会場にカバンを忘れた方がいらっしゃいました。あ、違う、忘れたんじゃないんだよ。今日銀座に来るからゆうこちゃんにカバン移動しといてくれ。あ、そういうことだったか、うん、あ、持ってきて ねみたいなね。朝までね、そうそうそう、一緒だったんだよ ね本当にね、うん、もう手ぶらで帰るってありえないよね。いやしかもさ、覚えてるか知んないけどさ、うん、もう面白かったんだよ。なんかもう、あ、なんかゆうこちゃんが、うん、あの寺崎さんのベッドで寝てたんだけど、うんうん、よし添い寝しちゃおうとかって、でも添い寝するのは勇気なかったらしくって、ベッドの横に寝ようとしてゴーンとかってね、うん、なんか音がしてさ、うん、私それで起きたんだよね。そう、そうベッドにそのまま素直に寝りゃいいのに、ベッドの横のこう隙間に寝ようとしたもんだからどっかにぶつけたんですよ、あれ。すごいいい音したよね。うん、でもさ、ドラちゃん覚えてそうだったっつってたら覚えてないんだ。ね、ドラちゃんもさ、いいよ、それにしちゃいないよな。どうせ起きないから、どうせ起きないから。この人もすごいよね。だってみんなが見てる前だから変なことしないじゃん、どうせ、うん。あそこで変なことされたら困っちゃうけどね、寺子が。でも、なんか本当朝までね、今日のゲストの方は本当一睡もしないで飲んでたからね。そうだね。うちらが出る時もまだ缶チューハイじゃないや、発泡酒飲んでたからね。うん、もうずっと飲み続けて寝ないでね。ね。どんだけゲスト出てますか？あの、どんだけお酒が強いなってことですか、ね。でもね、さすがにね、今ね、なんか飲みませんかしたらウーロン茶で。なんかね、疲れたんで。ね。うちらもだってね、まあ、ゆっこちゃんと寝てたでしょ。私は逆にゆっこちゃんがいつの間にか、私がこんなうとうとっとしてる間にふっと目を覚めたらゆっこちゃんがここに座ってて、うん、起きたの、うん、っていうね、そういうあの昨日のお笑いライブから打ち上げがもう朝まであって、で、あのよかったらあのゲスト来ませんかって朝まで残ってたゲ、うん、ね、これからお楽しみのね。そうですね、ゲストが女性がすごい、あのまだこの楽しい話が聞けるんじゃないかと、うん、あと今日はネタもやってくれるそうなのでね。ネタって言うとお笑いの芸人かな、まあ芸事を見せていただくみたいなのね、うん、その前にちょっと一曲挟みましょうか。早いね、うん、もうちょっと前の話はないの、もう昨日の話だけどしまい、先週の出来事。なんか分かった。はい。うん、じゃあ何行きますか。じゃあ、ドラちゃんマッチ聞いてください。どうぞ。マッチで人気のドラちゃん、綺麗好きで有名なんだよ。遊んだおもちゃみんな。付けをしちゃうんだ。ボールを投げるニャンジロー、ニャンジロー乱暴に散らかしている。投げつける、片付ける、投げ飛ばす、怒らずに片付ける、仕事だもん。そうなの、お家にいてもお外にいても、汚い時もどんな時でも綺麗に歩くんだ。街中きれいにする、それが夢なんだってさ。お腹が空いて倒れてる三毛猫に手を差し伸べて、これ食べて本当にいいの、いっぱい食べて優しいね、こぼさずにいっぱい食べる、助け合おう。ごちそうさま。楽しい時も悲しい時も困った時もどんな時でも。
番組、はい、今からねゲストの方がいらっしゃるんですけれども、はい、ちょっとねこの画面だけでは狭すぎる、あのすごく大きな方なんでちょっとあの画面がね今スルスルでちげえよって言ってよ、うん、ちげえよじゃあそういうことなんでちょっとあの画面乱れますよ、私がちょっとカメラずらします。はい、では、はい、ゲストのしかもキクセンさん事件が、はい、じゃあいいですか、じゃ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 っと後ろ下がります。昨日あ私たちここまでしか下がれない、はい、私たちと一緒に笑いあるので出演していた学生さんのちょっとあの芸を見ていただきます、はい、ゆうこさんちょっと立ってみてもらえますか、はい、どの辺まで入るか、これじゃあもうちょっと上ね、この辺にしようか、はい、よろしいでしょうか、はい、ではよろしくお願いします。ご覧くださいませ、はい、します。これがうまく回りますと見ているお客様のご家庭マリンのように丸く収まる家庭円満、拍手みたいな。それではやってみたいと思いますね。先ほどもねいろいろ紹介していただきました。そうです、朝まで飲んでました。はい、そのおかげで頭が痛いですガンガン言っております。まあ、でもねやってみたいと思います。行ってみましょう。マリンの回し分けです。ほっ、よいしょ、ありがとうございます。拍手にお応えして片手一本、おおという言葉に応えて左手でも一本で回します。はい、さらにはこれできるかな怖いな、よいしょ、傘を回しますありがとうございます。マリノランマーシン時速200キロ、はい、ストップ、まだ回ってます。おおありがとうございます。ほっ、よいしょ、はい、ということでですね、回すものを変えていきたいと思います。何にしよっかな、これかな、はい、鐘の輪っかです。平べったいです。でもこれがうまく回りますと見てるお客様の鐘回りが良くなると言われております。意外ですね。あ、お困りですか皆さん。困ってる私菊泉が一番困ってると思いますはい、でもこれいろんなものでいろんな形で回してまいります。できるかな行ってみたい。金輪の回しは OK です。行きます、こっちですおお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 お、はい、今度は肩をすぼめてまいります。崩れ傘、あ、やっぱりだよね、すいません、これは下に置いたとこです、はい、傘を大きく回します。よく見ていただくと途中で小回り、大きく小さく唐草の文字の書き分けです。ありがとうございます。はい、傘が速く回ると金輪のランマーシです。ですね、これが立川競輪最後はゆっくりと
起き上がってこの輪っかを真ん中に入れます。入れば輪抜け、入らなかったら間抜けで決まり。間抜けで決まっちゃいけないんだね。おお、すごい、自分ですごいって思っちゃいました。はい、今日は調子がいいということでありがとうございます。じゃあこれ回しときましょうかね。締めにこちら、仕方ありません、はい、角がありますがうまく回りますと、見てるお客様の一生ますますご繁盛、ますの回しゃっていきます。できるかな。ほっ、おー、真ん中に、はい、お預かりします。ありがとうございます。大切なものを押し込んでください。はい、どうも、朝までご一緒に。はい、ご一緒に、はい、そうですね、今日またあっちゃったみたいな。はい、語りましたね。そうですね、語りました。はい、もうベロベロでした。ベロベロに今本当に頭痛いです。そうでしょうね。はい、まずコミュニケーションので ありがとうございます。いただきます。はい、じゃあとりあえず、うん、曲がった。乾杯。なんかね、動画が止まるんだよね。はい、止まるんだよね、うん。ちょっと調子が悪い感じですかね。大丈夫ですか。パソコンの調子がいまいちなのでね。映ってるかな。まあ映ってるんだけどね。時々止まりながら。うん、止まりながら。はい、傘がもしかしたら止まって見えてるかもしれません。ああ、すごい。うん、そっか。もう鐘の音がね、チャリンチャリンっていい感じでしたね。あ、そうですか、よかったです。はい、もうますますご発展みたいな感じで、こうね、はい、発展できるといいですよね。そうですね、みんなでね、発展していきましょう。なんかこんな狭いところでね、はい、よくできましたね。はい、私もよくできたかったですね。初めてなんじゃないですか、こういう狭いところでやるの。いや、結構あります。あるんですよ、結構。角付けっていうものをやっておりまして、例えばお店に行って獅子舞をやります。で、本当にもう本当これぐらいの距離、至近距離で、うんうん、やらなければならないということが結構あったりして、うんうん、でもやっぱり怖いですね。さっきもガンって後ろ ね、当たったりとかしたんで、ね、ほらこれどけときましょうなんて言いながら堂々と置きっぱなしだったから、ね、落としたら大変な作業ですね。そうですね、まあね、はい、うん、確かに、うんうん、ちょっと想像しちゃいましたけど、そのこと、うん、まあでも、はい、なんかできました、ね、はい、完璧でした。ああ、よかった。はい。はい、お年は若いんですよね。あれ、言っちゃいけないんでしたっけ。いや、いいですよ。いや、全然大丈夫ですよ。はい。まあ、寺崎美代子さんと同じ年ということで。あ、そうです、同い年です。はい、まあ、30代のね、半ばということで。はい、頑張ってます。これからもうどんどんね、頑張っていくんじゃないかと思う。ありがとうございます。はい、思うんですけれども、なんか今朝話に聞くと、もう60歳で全うしたいみたいなね。あ、そんなこと言ってました。はい、酔っ払ってたんだよ、もしかしたら。そっか、マイケル・ジャクソンをリスペクトしてて、で、マイケル・ジャクソンが、50歳で亡くなったから私もそれくらいでいいわみたいな、ね。あ、そうですね、話をね、すごい延々となんか1時間ぐらい語っていたような気がするんです。そんなにそのマイケル・ジャクソンと聞いた瞬間に私の触手がすごく動くよね。This is it だったじゃないですか。はい、すごい見たんですよ。ああ、私も見た。何回も見て、はいはい、ですごく良かったから、はい、ヨコちゃんも見に行こうよって言ったの。はい、したら、うん、マイケル・ジャクソン見終わった後に、はい、ダンスはまあまあだったけど歌下手だったよね。おいどの口が言うみたいなね。もう爆笑だよね、あれね。でその後に言うてるってことはあまり知らなくって言って、でダンスはあれ全部リハーサル映像だからね。あ、そうです、ね、本番じゃないんだよ、本番違うだからねってね。そうそうそう、みんながもう感動してこうやってさ、スタンディングオベーションじゃないんだけど、アイマックスほら、ね、デジタル の、 すごく音響のいいやつで見たんだけど、はい、もう一部こうやってスタンディングオベーションでこうやって拍手して終わったりしてんのよ、エンディングロールのところ。
なのに、したした。なのに、に、なのに。まあまあだったよね。いや、どんだけ変化なんだよ。すごいな。いやいやいや、もう知らないって怖いよね。はい、もう大物になれると思います。いやいやいや、大物になるか消されるかどっちかだね。怖い怖い。そんな感じですよね。まあ大体消される。いや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 。頑張りましょう。頑張りましょう。はい。もう大丈夫ですよ。あの会った人とかは絶対忘れない。何がきっと。何が？あの相手を忘れないね。うん、そう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 。すごいさ有名な人だよってあのこの前もいろいろこうご紹介あのしてくれるじゃないですか。いろんな先輩方が。うん、そういう人はね忘れない。写真一緒に撮っただけで、うん、もうおもあの思い出すから絶対忘れない。そっち。なんて言えばいいんだろう。なんて反応するんだろうね。で、それでその人って何をした人なの。なんかアルフィーだっけなんて言ってたよね。違う違う。あ言ってた。アルフィーのドラムとか言ってたの。いないアルフィードラムいないアルフィードラムやってた。確か3人あのギターとベースとボーカルだったよねみたいな。確かにでも3人だよ。3人のグループでアリス、もう俺があーだけ会ってんじゃん、あーだけすごいな、ね、すごく残念な感じでね報われない感じするよね、紹介してくれた方がその方がデッグもいらっしゃってるんだけどね。残念だねやっぱりみたいな。大丈夫大丈夫、もう忘れないよ、アリスね、アリス、うん、不思議の国のアリス、そっちですね、まあね覚え方としてはね。そうだよ。いやちょっと私としてはね納得のいかない感じはするんだけどね。ちょっと腑に落ちないって感じ。ね。だってね、あもうこれはちょっと言えないわ。今度後でね、あのオンラインになってから話しましょう。何すごいもうね暴言が多いんですよそういう。これはここに来た人だけ聞ける。あとで音楽流れてる時に、あのオフレコ状態で話をするのが楽しいじゃないですか。したら聞きたい人また来るし。なるほどね。で次に来て、あのこの間のオフレコ話聞かせてくれよって言ったら、私もう一回話してあげるから。もうどんだけ優しい本当に。でも近藤正彦もね、美空ひばりにどこのおばさんとか言ってるからね。ああ確かに確かに。この人どこのおばさんとかですね。まあちょっと似たような感じじゃない。本当だね、そういうことしとこっか、ちょっと大型だし、関係ないか、そこ同じなんだ、いや、血液型だけだけどガタガタみたいな、ほんと酒強いですよね。あ、そうですよ。いやおかげで本当に今、カンカンに頭痛いですけどね、なんか、飲み続けましたね、そういえばね。久しぶりっていうか、最近ずっと飲んでなかったのに、日本酒スタートだったんで結構効きましたね。あのカップ酒本分は飲んで、すごいもん。びっくりしたもん私。その後マッコリが半々ぐらい残ったの両方飲んで、でもう一本冷蔵庫にあったからそれも出して飲んで、でその後ワイン見つけたからワインも飲んで、でワインもう一本あるなと思ってこれも絶対飲もうと思ってたら、うんうん、ちょっとね。そうそうそう、私がねこう起きて、であれトラちゃんはって言ったらトラちゃんがね。くちゃきで寝てたの。でね、なんかね、こう周りが騒がしくなってから、ふって目が覚めたら、目の前に横ちゃんが座ってた。なんで起きてんのとか言って。そう、だからドラちゃんさ、もう口開けて寝るから盗撮されちゃうんですよ。盗撮って堂々と見なさってるんですよ。でも誰もさ、写真撮ってくれなくてさ。うん、撮るなよ、撮ったんじゃねえだろうな。撮ってない。よかった。猫ちゃん、本当に普通にアップしちゃうからね、それ。あ、そうなんですか。一応でも、あの、でいいって言って、うん、あの、載せるじゃん。あー、そういうこと。うん、いい、うん、って言って、いいよって言って、それがどの写真だか分からず、うん、って言って、そういうことだよね。そういうことじゃないけどね。まあいいや。うん、まあいいや。あ川瀬ゆき子。え、いや、俺です。ブリちゃん撮ったの、はい、私が寝てんの。いや、昔でしょ。っていうか、そこで公開するんじゃねえよ。削除したけ、削除。見た、すごいね、私みたいな考えだよ。ほら、写真撮って。でもさ、私は写真撮らなかったよ。かわいそうと思って、昨日は。
昨日はってことはいつも撮ってるってこと？うん？うん？うん？言ったけど、あまり昨日の笑いより面白いことやっちゃダメね、昨日来た人がかわいそうじゃん。確かにねえ、昨日の笑いライブどうでした？いきなりそこに確信が出るんだよね。あの感想感想、あ、まあ、うんうん、まあ、まあ大変でした ね、うん、そう、お笑いライブだったのに、うん、お笑いじゃなかったね。次回もうないんじゃないかと思ったらおるんだよね。そうだって、そう次回ないと思ってうちらもうないよねって言ってて、うんうん、で次回はって言った瞬間に、え、次回あるのって聞いちゃったもんね、私ね、うん、びっくりだよ ね。もうでも次回はあのもし万が一あんまり面白くなかったら面白いとか面白くないの前に結局ほら役割分担をちゃんとしてみんなでやろうよって言ってるんだから、うん、まあ、前回も同じこと言ってるし、うんうん、今回も言ってるからそれをね、まあ、ほらスタッフが入ってもらえくれないとしても、うんうん、自分たちで順番にちゃんと役割を決めてね、うん、やれば、うん、もうちょっとスムーズにできるんだから、ね、まずそれをね、そっからだよね、うんうん、そっからだよね、ね、もう、うん、本当に何回もやろうかって言ってるのに、うん、いいです、いや僕やりますから、大丈夫です、全然大丈夫じゃなかったね、ね。テンパってましたね。あの思い出しちゃったもん、なんかさ、大学とか高校の時の文化祭とかさ、学芸会の学芸会か、うん、え、でも学芸会もっとちゃんとしてる、うん、練習してるからでしょ。それだけじゃなくて裏方先生がちゃんとやるから、ああ、ちゃんと担当がいるから裏方の、うんうんうん、確かに、そうか、そう、大体だからああいうのは裏方ちゃんと一人決めるか、もしくは本当に、うんうんうん、あの役割分担して、うん、ね、うん、違う出番の人が2人2組、あの音響2組照明、うん、でどうしても主催者が MC やる点だったら自分の出番以外もう全部 MC やるとかね、うんうん、そういうの決めなきゃダメだよね、うんうん、でもそういうのを決めるのはうちらがあのしゃしゃり出るわけじゃなく、主催者の人がこれやってね、あれやってねっていう指示をするのが、そうそうそう、指示とかね、お願いするとかね、どうする、あの次回はテームス手裏剣ライブ乗っ取っちゃうみたいな、ね、もうなんかうちらもやりたくなっちゃったもんね。なんかうちらさ裏方やるよって言いたくなっちゃうよね、本当に、うんうん、っていうか、うん、いいよ、うん、うちらだから、あの告知させてくれて、あんたたちが、あんたたちになっちゃった、あんたたちがあのチケットわざわざ買ってあの月一のライブに来てくれれば裏方やるよ、うんうん、ね、あのそれバイト代で裏方やりますよね、ね、いやー、なかなかいい経験をしましたよ。そうですね、でも昨日は、うん、しなくてもいい経験、裏方なんか私すごい長いことやってるじゃない、うん、やってたじゃない、うん、やってたんですよ。あ、だって菊池さんはだってほら初めて会った時、はい、のハニービーのライブも、はい、ハニービーだよね、ハニービーのライブの時も私裏方だったじゃないですか。お、あ、そうですね、うん、はい、だから、うん、やってました、ね、そう裏方は得意だからさ、うん、あとカセットデッキっていうか自分でデッキ買ってやってたからですよ。うんうん、あ、じゃねえ、こうリモコンでね。ね、まあ場所が変わるかもしれないからね、10月はね、うん、ちょっとね、楽しみだろうね、うん、あの一番最初の笑いライブってさ、うん、あのまずマイクなかったじゃない、うん、ね、そうだね、であのカセットデッキだったんですよ、音響がね。で2回目はね、マイク1本だったのね。だからマイク1本で2人で歌うわけよすごい、まあ、マイクなくても通るぐらいの広さだけどね、うんうん、ただあの、うん、それもなんかこう見てくれとすればなんか昭和のさなんか、うん、なんだクールファイブとかさ、ああいう感じの、うん、ね、あとなんだ昔のなんかデュエットソングでマイク1本で2人分け合って、うん、テッテッテブスって、あ、それはテンブス、テンブスじゃねえよもうなんかね、マイクに向かって仕事が終わったって、はい、はい、次みたいな、でも次っていう感じでどいてくれないからね、近づけないのかな、そう、で2人で歌ってるみたいな、なんかすごいあの光景で、もう早く見たくてしょうがないもん、その動画ね、どういう風に映ってんだろうとか思ってあ、そうそうそう、うん、でもやっぱね、マイクないよりあった方が気持ちいいね、うん、気持ちいいっていうか、なんか聞こえるからさ、相手の声が、隣の声が、うんで音響でかき消されちゃうじゃん、あのマイクがないと、あ、うん、
だからあれ今歌ってんのかなどうかなとかっていうのがさ、うん、あの聞こえないとすごい不安だ私。なんで？ん？大丈夫だって3番までちゃんと歌うから。そうじゃなくて。いや実はね、なんかゆうこちゃん自分で作ったくせに3番自分が歌うとこ少ないから2番で終わりだと思って終わっちゃった気が練習でね。あ練習だから ね練習でね、その時にすごくおかしくてね、うん、あの自分で作った曲なのに3番があることを忘れていたと、ね、もう自分の中ではい終了自分の出番みたいな感じで、ね、なんか疲れちゃったんだよその時は、うん、練習の時だからね、うんうん、早く終わりたいなみたいな、うん、そうねそっかそっかとしか言いようがないんだけど、うんうんだね、そうですか、練習の時はもういいんだよそれはね、うん、でも聞くセンターになっちゃった聞くセンターの時は盛り上がってるよねやっぱね、あありがとうございます、うん、そう言っていただいて、さすがプロだよね、うん、ありがとうございます、うんだってあのほら物の置き方もすごいからね、いい音させてあれ正直大爆笑私もう笑いも、ね、今日も置いてみたけどね、そうそうそうそ う, そ う, そ う, そうあの置き方がダイナミックでいいなと思って実際に見てみたかったので嬉しいですそうですそうそうそう、あれ絶対でもネタとして面白いよね、 ありがとうございます、うん、まあまあ、 あの言い訳っちゃ言い訳なんだけどね、でもそれは2つも3つもこう伏線は伏線じゃないの、なんだろう、なんかが起きた時の、うん、あそうですそうです、ね、ネタとして持ってないとねそうですね、レパートリーと、うんうん、でも使い古しそうになりました昨日、あやばいあやばいやばい、うん、まあ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 、うん、いい経験させていただきますそこで締めてみるみたいな、はい、うん、いい経験だったのかなみたいな、うん、まあいい経験ですよ、はい、ね、よかったよかった、来月はもっといい経験できるかな、そうだね、うん、そうだよ、だってうちらだってマイク一本で喋ったりね、うん、したのはすごいいい経験じゃん、まあ、喋るぐらいはあるけどね、歌うのはあんまないよね、ないよね、それはすごいいい経験だし、うん、あとあのはいあの何番目ですよ、音響さん大丈夫ですかってねちゃんと、うん、あの言わなきゃ音が出ないっていうのも初の経験だしね、あれでもそれちょっとだけ言っとくと裏暗くって、うん、確かに見えづらいんですよ、でもさそう前もってさあの電気置いとけよってこう話じゃないか電気はね上についてるんだけど、うんうん、小さいのがついてるんだけど、うん、本当だからあのそろそろ CD っていう時には座らないであの紙持ってこう明るいところで確認して、うん、であの曲をねあの例えば2番目を選んだら2番目ポーズってやっておくとすぐ音出るのね、うんうん、それ教えてあげたんだよ私始まる前に、うんうんうん、なんかタイムラグあるんだよね、だからポーズしとけば大丈夫だよって言ったのに、うんうんうん、あそうですか、分かりましたやってねえじゃん聞いてないんだ、うん、はい分かりましたっていうのだけあと CD が結局こう山積みになってるからわけわかんなくなっちゃう、普通はさ順番に並べて立てておくとか、うん、とかあとなんかちょっとあの1番2番3番とかってこうシールを貼って、うん、あ確かに、うんうん、それしますよ ね、うん、で終わったやつはあの別の箱に入れとくとかさ、うんうんうん、そういうのだと分かりやすいじゃない、うん、それがさなんかわけわかんないさ、もう全部広げといたってよね、汚いのだって隣にドーナツとか置いてあったりとかしてさ食べながらこうやってるからてかそのドーナツ買ってきたのゆうこちゃんじゃない、はいそういえばそうでしたでもそんなの終わってからでもいいじゃん、終わってから食べてもいいじゃん、うん、本番中に食べなくても、うんうん、そうですね、てかあの私なんかその裏方手伝った時に、うんうんうん、もういろんな5、6人の歌い手さんが歌い手さんとかトーカーですね、うん、サッペさんとかも一緒にこう音源使うんですよ、何曲も何曲も使うんだけど、うんうん、1人について3、4曲使ったりするんで、それをその人によってあの1番目はこの MD で2番目は CD でとかって渡されるんですよ、うん、でもそれを全部もうその順番に流れちゃう、うん、そうですよ、流れるそれは当然じゃん、うん、しかし時間がある時は私パソコン持ち込んで全部1枚に焼いちゃうの、うんうん、この順もう順番に全部焼いちゃってそうすると間違いないじゃん、うん、そうだね、うん、私も前やったの音響 の音出しをやった時は、うん、MD の中に全部入った、うんうん、そう、それは一番間違いないんだよね、うん、本当はね、でシンクロのやつ買ったから、えシンクロ、うん、シンクロっていうのは、うん、あの MD2 枚重ねとこう音がこう、かぶるものがあったの、あミュージカルだから、ミュージカルをやった時があってね、うん、白銀館での音出しをやった時に、うん、あのそのセリフきっかけで音がこう出て、それでかぶってなんか音を出すっていう時は、うん、やっぱ MD2 枚とかじゃないと、うん、
そのもう怖くて いっぱいありすぎちゃうと CD が、うん、まあでも大体音響しっかりしてるところはね、うん、2つあってこう大丈夫ですか、うん、怖い怖いキーボードにビールを飲ませるところだともったいないもったいないもったいない。あ、でもね、これがないとね、きついですよね。うんうんうん、そうね、そう、あとセリフも全部入れて、うんうん、あの台本1冊分をミュージカルの音響さんって見ながらやるんだけど、でも役者やってたので、ね、うん、昔、うん、だから全部入れて、あ、この多分このタイミングのきっかけのセリフでパッってか、なんか結構ね、私の中ではね、多分って、多分ってなんかさ、それ間違った時大変だよねでもセリフもあの間違えちゃう子もいるわけじゃん、うん、子供とかだったら、うん、だから、まあ、前後見とかないとね。そうなんだよね、うん、で多分そのさ、あのタイミングのセリフをさ飛ばしちゃったら大変だよね。確かに。後の人が食っちゃってさ、そう、間違って食っちゃってさとかつったら大変だよね、うん、きっかけねえじゃんみたいなどこどこ、うんうんうん、そう、でもそのきっかけのタイミングだけは何回も練習させるから、うんうんうん、そっか、間違いなくそのセリフはちゃんと言ってくれるんだ、うんうん、よかったよかった、そう、きっかけあって安心安心。で子供とかだったら絶対あの同じセリフなんだけど、大人だとニュアンスが違うセリフになってったりとかするわけじゃない。ニュアンスは一緒だっちゃう。ニュアンスが一緒の違うセリフ、ね、そうそう、ニュアンスが一緒だったらストーリー変わっちゃうからそうだね、あのニュアンスが一緒でセリフがちょっとだけ違うみたいなね、うん、あ、うん、そうそうそう、うんうんうん、そうするとあれでいいのかなって、あの多分芝居やってない人はセリフ通りじゃないと音が出ないわけよ。なあ、うん、私芝居やってないけど出るよ。やってんじゃん。じゃあやってなかったけど、もっと前だよ。もっと前の手伝いしてた。そうかそうか。あんたやったことある舞台の音響。舞台っていうか、サッペさんの小さい声で言うんだけど、サッペさんの音響は大変なんだよ。このセリフが来たら必殺仕事人をここまで流してくださいとかで、ここに行ったらなんかチャララーンっていうのを流してくださいとか、ここまで来たらなんかこの効果音を入れてくださいとかっていうのをもうね、汚い字で A4 2,3 枚書いたところに色だけ塗ってある、うん、なるほどね、あのミュージカルの小さい版だ、うん、もう初めて見た時にどうしようかと思ったもん。お笑いの人の音響って大変だよね、うん、しかもその時って初めてやるんだよ、うん、ね、あの歌い手さんのはさ、ほらあの頭から尻尾まで流せばいいだけなのに、うんうんうん、そうじゃないのを大変だよね、そのセリフいつ来るんだろうみたいな待ち構えない、うん、でも実際流したのは音響さんなんだけど、全部指示を出すの横に、はい、次このセリフが来たらこれ流してください、次このシーンです。大変だったら大丈夫じゃん。そう、音響さんはいたんだけど、うん、だから結局機械が触らせてもらえなかった、うん、でも全部指示を出して、うん、横にいて、ちょっと早めに言わなきゃいけない、うん、なんとかってセリフが来るのでここでお願いしますと、うんうんうん、言わなかったら困っちゃうよねそれこそ、そうだよこれいつ来るんだろうそのセリフって、あ、もう終わっちゃったかなみたいなそう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 ね、な、まあ、そんなことはなかったけどうんうん、うん、まあね、うん、そうか、まあ音出しケーキなら ねお互いにいろいろねあって ねでもね、音出しがね、昨日ちょっとね面白かったよ。だって音先で出囃子に沿って、ね、出囃子に出るはずだったのが、うん、あれ音が出なくて違う曲がずっと流れてるね、うん、っていうのもあったしね、ほんとなんか一つのショーを壊すのかお前っていう感じだったよね、うん、まあ、なんかでもごめんね、なんかあのそんな悪口言ってるわけじゃないんだよ、ただいいものをやっぱ提供したいっていうので、朝までのあのこうね、もう大反省会だったよね。そう、反省会、うん、もう反省反省ってもうね、うん、もう猿になった感じ。反省だけなら猿でもできる。そうだよね、次回よりいいものを作りましょうっつってね、うんうん、でも覚えてるかな来月まで、うん、忘れてからダメだよ、うん、そしたらもうごめんね、ごめんね、ごめんね、うちら乗っ取るみたいな。あ、乗っ取るんだ去っちゃうんじゃないの、うんうん、だってあのお金だけは向こうが払ってるんだろうからさ。そう、場所代がね。でだからそれをじゃあうちらがあのやるからさ、でゲストで出てよすっげえ上から見る上から雪子
はい、今飲んでたんですね、随分。そう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 、はい、もう本当ね、大変でしたね、うん、そういう意味ではね、うん、はい、でも本当お客様がね、暖かかったですね、そういう意味で、うん、よく辛抱して見ていただきました。ダメですよ、でもその暖かさをさ、うん、あの、こう、あ、あの、なんだろう、安心しちゃいけませんよ、うちらは。あ、まあそうですね、もちろんね、うん、きっと温かい目で見てるお客さん の, あの心の中はあのドロドロ黒か黒いかもしれない。うん、どうなんでしょうね。ねえ、そういえばアンケート見たかったね。見れなかったね。見なかった、うん、じゃあ次回ね、うん、見せてもらいましょう、こっそりと、うん、こっそりと、まあ、こっそりとかごっそりとかね、うん、とりあえずもう一曲いってみますか。はい、何しますか。はい、では、走れ山たち聴いてください、どうぞ。走るから強さに勝る美しさ、I wanna dash, all through the dark. You will know, I look so cute. 青影、黒影。楽しい話が繰り広げられていましたね。はい、楽しかったです。ゆうこちゃんがどれだけ大物かという話をしていました。もうすごい大きい。本当にもう、あの、もうそんなところにいないぐらい大物なんで。そうですか。もうごめんなさいね。ごめんね。ごめんね。それ。パクリだよ。ね。うん。ね、菊生さんなんか、はいはい、あの告知とかはないですか。まあ、とりあえず近いところの話を言いますと、はい、9月の14日14日、はい、すごい近いじゃないですか。もうそうですね、今週ですよ ね, ね、はいはい、で14日にですね、うん、お江戸両国亭というところで、はいはい、あの藤本柴弘さんという方が音曲をやってる、うん、あのお姉さんがいるんですけど、うん、その方の独演会に、はい、あの出演します。はい、何時からですか。お昼なんですね、これが、はい、1時会場、うん、はい、1時半開演、うん、まあ1500円ぐらいかな、確かぐらいぐらい、うん、なんですけど、まあ、文化寄せでね、うん、場所は両国亭です。両国亭、はい、お江戸両国亭ってことは両国にある。そうです、両国に。私ね、昔行ったことあるんですよ。あ、そうなんですか。寄せ
予想を見に。あ、そうなんですか。はい、林さん、むぺいさんっていう方がお友達で、で寄席をね、まあ、あの林家一門の方が一応あの、師匠じゃなくてなんだっけ、師匠でいいんですよね。師匠でいいんですよ。師匠じゃなくて、師匠？師匠じゃない。あの本平ですの人だよね。違ったっけ？ちゃんらんの人だよね。あれ違ったっけ？運平さん。運平さん のあの師匠。師匠はあれ兄弟子？ちゃんらんの人は。田中さんが師匠？違う違う。田中さんは兄弟子。でも本平さんだよ。本平さんかな。かあの師匠がちゃんらんの人は今ね。あの引退されちゃったけど、はい、引退っていうかあの商店からは卒業されてしまったからね、うんうんうん、あえじゃあもう師匠になられた方なんですか。そうそうそう、新内でもう一応あのなんだそこの名前はいただいたって形だね、うん、そうそう新内でね、うんうん、っていう林家運平さんが独演会あの結構そこの両国でやった時に私は行ったんですよ、一度だけ。へえ、そうですね。あと結構ね、はい、寄席とか見に行くので、あ、横浜ですか。へえ、池袋とか、あとは何だっけな、浅草も行ったな。あ、浅草の時私もそうです。行ったっけ、東洋館だっけ、うん、あれは東洋館かな、わかんないけど、の方ですか。そうかな、どっちだろう。上に上がりました。下でした。私両方行ってるからね、ちょっとあのわかんないんだけど、東洋館にも行ったの。東洋館は誰のつながりで行ったの。まあ、置いとこう。長くなったね。ごめんね。ごめんね、ごめんね。はい、はい、他は？あと他はそうですね、さっき言ってたように、うん、9月、21日から29日まで、うん、私ボーイズバラエティ協会に所属してますので、うん、その、うん、さっき言ってた東洋館の、はい、下関に出演してます。もしよかったら見に来てね、うん、って感じです。はい、東洋館ですね。はい、東洋館は何時から何時とか決まってるんですか。始まりが12時からです。で、まあ、あのちょっと一応はこう見えましても若手ですので、はい、あのちょっと早い出番になっちゃうんですけども、はい、そうですね、12時間、まあ、あのその予選自体は12時から、最後の師匠の鳥居の師匠まで、4時ぐらいまで長くやってるんで、はい、もしよかったら、はい、はい、行けたら行きますよ。 ありがとうございます。はい、ぜひぜひ。結構バラエティ、本当にバラエティ時間がね、はい、あの分かっていれば。あ、うん、そうですよね。そうですね、はい、じゃあ後でこっそりこう教えします。はい、うん、何時出るよ、ね、なんか24日あたりはいいんじゃないですかね。一応言っといてみてですね。え、24日夜渋谷にいなきゃいけないからさ。なんで誰が。うちら。まあいいや、置いとこ置いとこ、はい、置いといて、はい、はい、あとはありませんか。あとはそうですね、まあ9月はそれぐらいです。はい、はい、よろしくお願いします。すごい顔してるけどさ、はい、うんうん、チケット交換って約束ありましたよね。あ、はい、終了。え、まあそういうあるんですよ、後でね。あ、なるほど。来た人だけが聞けるネタ。あ、そうってほどじゃないけどね。うん、そうなんですよ、はい、なんか、はい、そうだ、はい、うちら24日テイクオフセブンに遊びに行っています。そうだ、あの、はい、前あの一緒に出演した方がね、あのチケットブツブツ交換しませんかみたいなことがあって、あの、まあ、チケット履けないから、うん、お互い見に行きましょうってね。そういうね、あの約束をしました。はい、そうなんですよ、はい、まあ、せこい約束をしましたよ。せこくないじゃん、大事だよ、交流だよ、横のつながりだよ。そうだよね。どうする。そうだよ、あの彼らが売れてうちら引っ張ってもらえたら。そうだね。逆もあるかもしれないけど、ないか。いや、まあ、はい、向こうの方が若いから。え、うん、あ、まあね、だから向こうの方が、はい、あの勢力がいっぱいあるかも。あ、ちょっと違うか、あの、あ、間違っちゃいないよ。はい、間違っちゃいない。引っ張ってみてもらえる。で、まあね、うん、はい、ありがとう。はい、手差し伸べちゃうね。はい、だから売れてね。いきなり姉さん、そこですか。私もこちらも一生懸命手を差し伸べてね。じゃあもう溺れるものはアラも使うみたいな。そう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 。介護アイドル。介護アイドル。介護アイドルいいね。うん、ヴィンテージアイドルからね。介護されてるんでしょ、うちらが。介護、え？そうそうそう。介護され
丈夫か。そうだから介護士になりたい人たちがうちらで練習するみたいなね。あ、なるほどね。もう引く手余りだよ。あ、引く手余りだね。じゃあヴィンテージアイドルからさ、今度老人アイドルとかどう？まあ、まだちょっと早いから老人アイドルね。ね、シニアアイドル、あ、まだでもシニアでもないな。英語にしただけじゃないですか。ちょっと待ってください。置いとこ、はい、置いといた、はい、はい、うん、じゃあ、あのせっかくなので、はい、もしないのであれば、うちらもお口させてもらっちゃったりして、一緒にいてもらって申し訳ないんですけど、いいんですか、はい、もう、はい、じゃあなんかゲイやってみようって違うから、あ、どうしようか、冗談です。あの、はい、まずは、うん、じゃあ、ああいうことが、じゃあ、私からいきましょうか。まずは、上から雪子、はい、9月15日の土曜日に、まあ、18日今回私たちが テイクオフセブンで、テレビの収録ライブがありますので、お休みをするんですよ、ネットテレビをね、うん、その時に見てもらうための収録をする予定です。もしお暇な方がいらっしゃいましたら、あの新小岩のお蕎麦屋さんまで来ていただけると嬉しいなと。夜は飲み会です。うちらの収録は多分、まあ、3時か4時ぐらい、大雑把だね。うん、そうだね、うん、にこっそりやってます、うん、はい、まあ、夜は普通にあの6時半から会費で飲み会なので、はい、お暇な方はいらしてください、はい、男性4000円、女性は2000円、そのうち、うん、500円が南三陸町の方に直接寄付されます、はい、あと16日がたまにはハワイ、このオーナーが主催のイベントなんですけれども、私たちは第2ステージで、司会進行やってますね。で、きっと去年と一緒にお腹を空かせてると思うので、食べ物持ってきてください。そう、餌をください。あと喉が渇いてると思うので、ビールをお願いします。、うん、はい、あの、はい、そのイベントは昼から、朝からだっけ、10時ぐらいからかな、うん、多分朝からあの夕方5時か6時ぐらいまでかな、うん、で第2ステージの方はちょっと早めに履けるので、うん、でまた歌っていいよって言われてるんだけどね、きっと去年体力なかったよね。まあ、そういうスペースがあればね、うん、時間的に余裕があれば、はい、歌わせていただこうかなとか思うんですけれども、それでまたもしよかったらとかっていうと、歌うかどうか分かんないのにいけるかボケって言われてたんでしょ、うん、まあ、そしたら私たちを見に、ちょっと夕方あたりに一緒に飲もうかっていう、なんかね、既得な方がいらっしゃいましたら、あの多摩センターまで足を運んでください、うん、はい、多摩にはっていうのの、多摩は多摩区の多摩、うん、多摩地区の多摩で、庭はあのお庭ね、中庭とか校庭とかで使う庭っていうんです、うん、ね、ハワイはカタカナでハワイ、うん、検索していただくと詳細が見れるので、うん、まあね、そうです、あのフリーマーケットとかもねやってるので、はい、毎年いっぱい人が来るイベントですので、うん、よろしければ遊びに来てください、ね、そうですね、で、いろいろ買ってもらって、はい、うちらのチケットも買ってもらって、はい、そうだね、はい、で、なんかこう、あ、手町さんこれ似合うんじゃないかみたいなね、衣装までね、買っていただけるとすごい嬉しいですね、なんちゃってみたいな。はい、はい、で、あとは8月、うん、9月18日、はい、メインイベントです、今月の、そうですね、はい、はい、テイクオフセブンで、うん、何時からだっけ、オープンが16時半あ19時30分からですね、まあ、それはうちらの出演がね、うちらの出演が、うん、でその前が16時です。嘘つき、16時半オープン、17時スタートです。そうでしたっけ。そうです。あ、はい、はい、うん、で、うちらの出演は19時半ぐらいです。そうですね。でチケット代が2500円で、ドリンワンドリンク制です。ドリンク別で500円です、はい。で、この日もまた夜は渋谷のどっか居酒屋さんで飲んで、多分金の蔵あたりになるよ。あ、そうか、うん、だいたい金の蔵で飲むと思うので、もしお時間がちょっと間に合わないなっていう方がいらっしゃいましたら、飲み会に来て来月のチケットを買ってください。もしくは飲み代を、うちらの飲み代を払ってくださいみたいな。それは重要だね、うん、はい、そんな感じで、はい、あとは何ですか。今月はないですね。本当ありましたっけ、なんかね、いろんな噂なんでね、鹿鍋やるとかさ、そうなの、噂だけでね、ないと思う。あ、そう、うん、うん、まあ、とりあえず今月はそんな感じじゃないですか ね、 そうですね。あと、はい、あれ、これ来週の水曜日って何、なんか予定に入ってるんだけど、コージーコーナーとか書いてあるんだけど、なんだろう。あ、コージーさんの何か26日書いてあるんですけど、入れますよ、
これ普通に配信ネット、はい、ね、最近ちょっとお世話になって、はい、前回うちら出演させていただいたコージーさんの番組が来週じゃないな、9月26日の水曜日にあります。じゃあこの時はね、またまたよろしいんですか、ゲストということで。でもなんかちょっとリハとはまた違うと困っちゃうので、うん、荷物な持たれてるな。いやいやいや、やっぱね、完璧なものをね、お見せしたいわけじゃないですか。じゃあもう一回歌えばいいんじゃない、同じ曲を、うん、リベンジ、できれば違う曲を歌いたいかなみたいな。うん、いいよ、それは、うん、いやでも別に交渉して、うん、はい、練習しておきます練習しておきます。本当ですか、じゃあ次回は私の曲をみたいなね、うん、さあ、はい、そういうことで、そういうことでね、うん、いい時間になりました。はい、じゃあ今週のゲストは、はい、行きましょうか。はい、はい、うん、はい、はい、菊泉でございました。はい、あ、ちっちゃい方で菊泉さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。また遊びに来てくださいね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまた来週もよろしくお願いします。はい、ダイアリーズでした。